数年前、ある犯罪の被害者になった。弁護士と相談した結果、軽い罪にしか問えない被害届は取り下げて、罪状を絞って告訴することにした。それを、ボケかかった祖母が、近所の人に喋ってしまい、その息子 A が、元同級生、被害届を取り下げて泣き寝入り、やっぱり女はバカ、と SNS に晒し上げた。しかも、私の実名入り。犯罪の内容は、デマ混じりのいい加減なものに置き換えられ、自業自得、防犯意識が皆無。なんで取り下げるかね、チキン。弱い奴は踏みつけにされるだけ。と、盛大に草を生やされた。長期のように、被害届は、あくまで、一部を取り下げただけなのに、えらい言われようだった。その日から、電話はかかってくるわ。道で会う人に、どうしたの？大丈夫？と言われまくった。中には、A に同調して、説教してくるやつも何人かいた。こっちは、聞かれても、弁護士に一任してるから、としか言えない。仕方なく逃げ回っていたら、A がエスカレートして、黙って逃げるということは、相当後ろ暗いはず。実は、狂言だったんじゃね。かまってちゃん、女の自作自演来たこれ。などと、SNS で書きまくってくれたため、騒ぎが全く沈静化しなかった。悪質として、弁護士に、相談の上、民事で告訴することにして、その旨を、まず、A の親に通達した。弁護士から連絡が来た。というだけで、A 親は動転してしまい、大パニック。A は、この程度で、と鼻で笑っていたが、長期間にわたっていること、はっきり実名を出していること等で、悪質だと弁護士に説明されて、母親に泣かれ、蒼白になっていった。その後、記事は消したから訴状を取り下げてくれ。と両親と共に土下座してきたが、取り下げるのはバカのすることらしいので、と言ったら、声を上げて泣いてた。オチを書き忘れた。A は罰金刑になりました。少額だけど、こっちとしては、A に全面的に非があると公に認めさせられればそれでよかったので、満足のいく結果でした。